お母さんに内緒で部屋に落書きしまくってみた。床とかに書いちゃおうかな。バーカ。ドラえもんでも書こうかな。できました。なんか違うよな。お母さんの顔でも書いてあげよう。はい、できた。これ僕のお母さんね。おーかんすぎ、うん、これ書いとけ許されると思う多分。はい。飽きすぎでしょ。いや、いいでしょ、ほら部屋から。何よこの部屋、スプラトゥーンみたいなやつに、ドラえもんにお前バカ、こら、ほんとに。あれ、でも、おか見て、ほら、ここ読んで。おかん好き。あー、ならね。さあ、許すってわけねえだろ、バカ野郎。